いよいよ明日は青柱に渡ることになる。チューニャと出会ってからいろいろなことがあった。地図にない先森の国、出雲、帝の隠密であるカラスの存在、どこまでも続く断崖絶壁にかかる星の御柱、もう間違いはない、親父は生きていた。だがなぜ死んだことにしていた。そうしなければならないほどの使命とは何だ。カラスとは一体、そもそもなぜアーバシランはここまで秘密にされなければならない。ダメだ、わからないことが多すぎて考えがまとまらない。親父に会えれば全てがわかるんだろうか。オシトル、起きてる？ああ、どうしたんだ。なんだか眠れなくて。やっと戻れるのに、いざ戻るとなると父様がどうなっているのかを知るのが怖い。だからオシトルの横で寝る。おい、父様と同じ匂い。よく怖くて眠れない時に父様が一緒に寝てくれたんだ。そうか、親父が。俺も小さい頃に何度かこんな感じで親父と寝たっけな。オシトル。ん？ありがとう、ここまで連れてきてくれて、私の話を信じてくれて。オシトルがいなかったら私きっと。シューニャと旅をして大切なことをいろいろと思い出せた気がする。危ない目にもあったが、新しいことを見つけるたびにどこか心躍る自分がいたんだ。礼を言うのは俺の方だ。だからありがとな。やっぱりオシトルは父様と似てる。早く父様を見つけようね。そのためにももう寝ないと。さて、ひとたび見柱を越えれば容易に戻ることはまかりならぬ。小生は門の前にて待つ。準備が整えば声をかけよ。いいものが取れるか。
準備は整ったか？何も憂いはないな。カラスが通る。開門。はっ。開門。開門。いよいよだな。うん。お世話になりました。それでは行ってまいります。村染のお姉さん、ありがとう。礼はパシパクル殿と戻られてから受けるとしよう。そしてくどいようだが、この件について今朝帝のもとに使者を送った。数日の後に帝都に着くであろう。その先は言わずとも分かっているな。はい、ご迷惑をおかけします。宗近、出雲の私人として務めを果たしてくるのだ。はい、母上様、行ってまいります。うん。お二人ともよろしくて、参りますわよ。行こう。カラスが入った。閉門。この橋を渡れば。アーバシュランなんだ。オシュトル殿にシューニャド…シューニャちゃん。流行る気持ちはわかりますが、決して小生の前には出ず、後ろをついてきてくださいませ。ふふん、宗近も一番乗りを狙ってるんだ。でも負けないよ。おい、やたら先走っていたのはそういうことか。村雨様が言っていたことと関係があるんだな。確か私人とか。さすがはパシパクル殿のご子息ですわ。宗近、父様を知っているの？ええ、一度だけお見かけしたことがあります。お話こそできませんでしたが、毅然とした立ち居振る舞いからは、これぞもののふと言わしめる姿を感じましたわ。ふふん、父様だもの。あ、そうだな。では参りますわよ。
ねえ、あれってなんだろう。止まれ、シュニア。むごいな。無断で橋を渡ろうとした者たちの末路ですわ。お、この資金お借りしますわよ。帝は新天地を求めて各地を巡られました。しかし砂漠を越えてこの地にたどり着かれた帝に底なしの谷、大列国が立ちふさがったのです。谷を渡るため帝は天の星まで届いていたという柱の一本を橋として架けられました。それがこの星の御柱ですが、その先に広がる地は人が暮らすにはあまりに過酷な環境でした。そのため二度と渡ることのないよう星の御柱は封鎖され、橋を守る先森の国が作られたのです。そして時が流れ、人々の中である噂が広がり始めました。星の御柱の先には幻の国があり、あまたの秘宝が眠っていると。先森の目を盗んで渡ろうとした者は一人や二人ではありませんでしたが、でも星の御柱を渡ろうとした者は誰一人として帰ってこなかった。我ら出雲の一族が帝より仰せつかった使命、それは大和の先森であり、この星の御柱で資格ある者を導く私人。いたのはこのことだったのか。さあ、お二方ついてきてくださいませ。星の御柱にはこのような秘密が。しかしこの違和感は、封鎖したのならばなぜわざわざ往来するための手段を残す必要があった。本当に大丈夫なの？おい、押すな。私人の任は小生も初めてですが、でも大丈夫ですわ。船に乗ったつもりでいてくださいませ。それを言うなら泥船に乗ったつもりですね。泥船じゃ沈むだろう。
らかに眠ってね。何万ダブ何万ダブ。灰になりたくなかったら離れないことですわ。俺の資金は灰になったらな。行きますわよ。懐かしい香り、間違いないよ。やっと戻ってきたんだ。アクシャナが見えてる。ここがアーバシュラン。バシュタル。おお。戻ってくれた。戻ってこれたよ、オシトル。そうだな、シュニャ。父様。大丈夫、大丈夫だ。一緒に親父を見つけよう。うん。すまない、ムネチカ殿。待たせたな。ムネチカ、どうかしたの？ああ、ごめんなさい。幼少の頃から床裏で母上様から聞かされていました。ここからの景色は美しいと。ですが、私人といえど橋を渡りきることは許されていませんの。先森として出雲に留まり続けることが小生たちの存在理由。いけないことだとは分かっていましたが、扉と隣り合う世界に思いは募るばかり。そんな夢にまで見た地に立つことになるなんて。胸地か、えい。ありがとう、ムネチカ。ムネチカのこと、結構大好きかもだぞ。オシトル、先に行ってるね。シューニャ、勝手に先に行くと危ないぞ。オシトル、ムネチカ、早く。では行こうか、ムネチカ殿。ムネチカ殿。いえ、何でもありませんわ。そうですわ、オシトル殿、これからは小生のことはムネチカと呼び捨てで呼んでくださいませ。これは社殿の跡か何かなのか。シューニャ、この辺りに見覚えは？ううん、どこかわかんない。なんだか寂しいとこだね。そうですわね。広びやかに祀られていたと聞いていましたのに。何か知っているのか？
アーバシュランのことは幼い頃からいろいろと教わってましたわ。そんなこともあって興味を持っていましたの。それにしてもきらめく栄華も今は昔、こけます土に帰るばかりですわね。うん、人が住むには過酷なため封鎖したと言っていたが、その話だと繁栄した人々の営みがあったようにも聞こえる。まあもともとシューニャが暮らしていた土地だ。人がいるのは当然ではあるのだが。オシトル、これからどうするの？そうだな、まずはシューニャが親父と最後に別れた場所を探そう。そのためにもシューニャが見覚えのある場所を見つけないとな。そうですわね。確かこの道に沿って進めば集落に行き着くはずですわ。今もあればよいのですが。最後に見たアクシャナはもっと大きく見えた。アクシャナ？アクシャナはアクシャナだぞ。ほら、星の見柱のところで遠くに見えてた大きな木だよ。あれは木だったのか。だがあまりにも大きすぎないか。うん、私もそばまでは行ったことがないんだ。父様に近づかないように言われてたから。でもとっても大切な木なんだって。スメガミの慈悲、あまねく大気に満つ。我らアクシャナによりて啓示の導きに従わん。誰が作ったかもわからない出雲に伝わる古い歌ですわ。この社殿同様、どこか寂しい感じの歌だな。まあともかく手がかりは宗近の言う集落しかない。まずはそこを目指してみよう。ご注意を。この先何が出てくるかは小生にも分かりませんので。ああシューニャ、さっきのように勝手に飛び出すのは勘弁してくれよ。うん、ごめんね。うん、心配いりませんわ。それではシューニャちゃん、手を、え、手をつないでおけば大丈夫ですもの。うん、そうだね。さあオーシュトル殿、参りますわよ。ああそうだな。
凍えろ。出てくるかしら。こんなものか。まだまだ平気ですわ。貴重なものかしら。押してまいりますね。凍えろ。
なりますわね。見えましたね。長いは無用だな。貴重なものかしら。胸が高鳴りますわね。覚えろ。癒やしを。助かった。身は痛いよ。やったぞ。被害は最小限で、胸が高鳴りますわね。誰もいないね。宗近、ここがその集落なのか。
いいえ、おそらく違いますわ。見たところかなり昔に放棄されたようですもの。みんなどこか行っちゃったのかな。お家が木に埋まっちゃってる。あと数年も経たないうちに森に飲み込まれるだろうな。しかし自然豊かとはいえ、こうも生い茂ると少し息苦しいな。先を急ぎましょう。集落はもう少し先だと思いますわ。出てくるかしら。かわいいですわ。胸が高鳴りますわね。慎重に慎重に。
時間をかけてはおられんな。いや、なりますわね。胸が高鳴りますわね。
高鳴りますわね。貴重なものかしら。出てくるかしら。オストル、見えてきたよ。とっとっと、まだ走ってないよ。本当に人の暮らしがあるんだな。寂れた社殿や放棄された集落しか目にしなかったから、人がいると分かって少し安心した。あれがアーバシュランの民。やけに毛深い者もいるようだな。アーバシュランには獣の血が濃い民もいるとは聞いておりましたが、衣装もヤマトとは随分と違いますわね。シューニャちゃんが本当にアーバシュランから来たことが分かりますわ。過酷な環境と聞いていたが、血が濃いのはそれゆえなのか。それに自然な暮らし方とも取れるが、ヤマトに比べて文化的にも素朴な印象を受ける。彼らは星の見柱の向こう、ヤマトのことは知っているのか。このアーバシュランから見柱を渡れる者はおりませんわ。彼らにとってヤマトは夢幻の国なのです。故に彼らはヤマトをこう呼びますわ。サーバと。サーバ。では、話しかけたとしても警戒されたりは？ないと思いますわ。この辺りでは見かけない顔だとは思うでしょうが、あくまでも一般の民はですけれど。そうか。じゃあ、いろいろ聞いてくるね。待て、シューニャ。分かっていると思うが、俺たちがヤマトから来たことは。分かってる。内緒なんだね。
それ。おや。こいつはまた立派なもんだな。うん、これもアクシャナなんだ。そいつは遠くに見えたあのでかいのと同じなのか。あれもアクシャナだけど、こっちもアクシャナだよ。もっと小さいけど、私の里にもあるんだぞ。アクシャナは過酷な環境下にある人たちを守っていると言われていますの。つまり、ご神木みたいなものか。でもなんだか、この子元気がないね。ほら、あそこ、葉っぱがしおしおになってる。言われてみれば、ところどころ枝が枯れかけてるな。まさか、そのような。それにしても、この辺りは空気が濃厚だな。むせ返りそうだ。確かに、緑の香りといいますか、出雲の乾いた空気とはこうも違うのですわね。そうかな、そんなに香りが違うかな。どうした、シューニャ。うん、そうだ、間違いない。あの時もこの子枯れかけてて、父様が村の人たちとお話ししたり、虫が。ねえ、二人ともついてきて。ごめん、ここね、父様と一緒に来たところなんだ。何？それは誠か？ではなくて、本当ですの？うん、その後ここから村を出てあっちに行ったんだよ。急ごう、父様が待ってる。待て、シューニャ。流行る気持ちはわかるが、こんな時だからこそ冷静に。お二人とも静かに。いくつもの鐘を鳴らしながらこっちにやってくる。身を隠した方が良さそうですわね。え、ホストル？何が来るかわからんからな。用心に越したことはない。見たところ、鬼人の一行のようだな。周りにいるのは、あの衛兵たち、シューニャを追ってきた者たちと。いや、全く同一だと断じるのは早計か。どの道姿は晒せない。うお、シャントゥーラ様、このような辺境へよくぞお越しくださいましたのじゃ。ようこそ、シャントゥーラ様。皆さん、出迎え感謝いたします。本当にありがたいことです。
もったいないや、もったいないや。皆さん、息災で何よりです。何か変わったこと、困ったことはありませんか？大丈夫ですじゃ。この通りわしらは何事もなく安らかに過ごせております。そうですか。デイバ・ラジャナは罪深き私たちを常に見守っておられます。いつの日か手を差し伸べ償いの道を授けてくださるでしょう。身元に導かれるその日まで。ラーナ・オンビタイカヤン。ラーナ・オンビタイカヤン。ところで村尾さん、以前のお話は考えていただけましたか？それは皆さんも気づいているはずです。アクシャナの加護が薄れ、いずれここも森に沈むことになると。中央ではあなた方を迎える用意ができております。どうか憂うことなく私の頼みを聞き入れていただけませんか？もったいなきお言葉ですじゃ、シャントゥーラ様。じゃが、わしらはここで生まれ育った。知らぬ土地でやっていくには年を取りすぎました。眠るのならここで眠りたいのですじゃ。じゃが、そのお心、決して忘れませぬ。わしらのことはどうかお気になさいませぬようお願いします。わかりました。そこまで言うのでしたら無理に進めるわけにもいきませんね。ですが、もし気が変わったのならいつでも言ってください。はい、シャントゥーラ様には心より感謝いたしますじゃ。ラーナ・オンビタイカヤン。ラーナ・オンビタイカヤン。奇人だと思っていたが、どうやら位の高い人物のようだな。この集落へは慰問に来たといったところか。シャントゥーラ、なんだっけ？オシトル殿、どうしますの？できることなら話をしてみたかったんだが。それは。ああ、分かっている。好意のものとなれば、俺たちがアーバシュランのものではないことに気づくかもしれない。念のため、直接接触するのは避けた方がいいだろう。こっちに来る。シューニャ、頭を下げろ。シャントゥーラ様。で、蔵の中はどうでしたか？それがあまり良くないのですね。はい、収穫期までを考えるといささか厳しいものになるかと。そうですか。ではこちらの方は旅に必要な分のみ残し、できるだけ蔵へ移してあげてください。それは、いえ、わかりました。そのように手配いたします。よろしく頼みます。私どもの使命はいつか来るその時まで民を導くことです。仰せの通りです。ラーナ・オンビタイカヤン。ラーナ・オンビタイカヤン。立派な方ですわね。オシトル殿の言うように相当位の高い人物のようですわ。シューニャ、
彼女が誰か知っているか。うん、シャントゥーラ様だよね。アーバシランで一番偉い人で、アクシャナに祈りを捧げる。あっ、思い出した。父様からシャントゥーラ様には絶対に見つかっちゃダメって言われてたんだ。親父が？どういうことだ。うん、何があってもあの人には近づいちゃダメだって言ってた。絶対だよ、多分。絶対か多分かどっちだと言いたいが。そうか。シューニャちゃん、それはどうしてですの？理由は分かんないけど。親父のことだ。何かしら理由はあるんだろうが、今はその親父を探す方が先だ。シューニャ、案内を頼む。ここからはもっと慎重に行くぞ。分かったぞ。いいものが取れるか。見ていってくださいね。こちらはいかがです？間違いありませんか？いい取引でした。間違いありませんか？かしこまりました。また来てください。